今ね、名古屋にいます。名古屋の国際センター近づいて、まあ、名駅からも近くに近いんですけどね、そこのところの飯屋宮本むなしに今から入るところです。まあ、何食べようかなと考えてるんですけどね、まあ、ここは初めてかな、飯屋系か、まあ、宮本むなし以外は初めてですからね、ちょっと楽しみにします。ご飯とかね、お借りしようということでね、いろいろと種類があるんだけど、肉系ですね。とんかつか、どうしようかな、とんかつ定食とかサバなんかもあるんですけどね、豚しゃぶ、まあカレーなんかもある、うどんもありますね。あとネギトロ丼とか、何にしようかな、とんかついっちゃうかな、作ってきたんですけど、弥生県に行ってますね。弥生県、まあ、弥生県って今かなり、まあ、タイなんかの浸水結構利用するところなんですけど、ね、まあ全然大丈夫です。はい、宮本むなしね、初めて利用しましたけどね。名古屋にあるんですね。大阪に本社があるみたいなんですけど、ね、